皆さんご無沙汰しております。サイエンスゼロ2代目ナビゲーターの安めぐみです。あーちょっとすごいですね。20年、あ長いなかなかないですよね、そんな長く続く番組って。他ありますか？ NHK でしょ、のど自慢あでもそれぐらい、でもそれぐらい皆さんやっぱ科学に興味がすごくあるっていうことですよね。なので必要とされてるっていうことなので、そんなすごい番組に4年間関われたってことはすごく嬉しいですし、いやでもすごいですね。いやもう2007年以来見てないので相当多分たどたどしかったんじゃないかな。なんか緊張してたし、いやひどいひどい感じじゃないかな。え見るんですか？あこのオープニング懐かしい、これこれあそうだそうだ、土星の回、あ熊倉さん久しぶりですって言ってね久しぶり、懐かしい、今とだいぶテイスト違いますよね。おそらく25歳、若い若いし、なんか緊張してましたね。やっぱりなんか科学番組の MC っていうことに大丈夫なのかなっていう不安とかすごくありながら多分初回やったので緊張感がすごかったですね。お話来た時はまずは人間違いじゃないか、私じゃないだから間違えてないかなっていうのと、でその後にやすさんでってなって、なんでだろうっていうのとなんかもうとにかく驚いて、ただなんかこう科学に詳しくなくて全然よくて、むしろこうやすさんみたいなこうそんなに詳しくない人たちも楽しめる科学番組としてこうやりたいっていうのを話をこう言っていただいて、お話を聞いて、あならやってみようっていう感じで、めっちゃ難しかったですなんかあのすごく分かりやすい回もあれば、もうそもそも聞いたことない言葉だらけで、そもそも何のこと言ってるのかもうポカーンっていう回もあったりしたけど、そうですね、でもやっぱ4年ぐらいやってたので、だんだんどんどんね言葉も慣れてきて、4年の中でもだいぶ知識は増えたなっていう感じはありますけど、でもいろんなこう普段お会いできない方々、研究者の方とか、まあ、絶対普段今までだったら人生の中で触れ合うことがなかったような方たちと会えたので、本当にそれは貴重な体験だったなって感謝でいっぱいですね。はい、面白かったのはなんかあのミトコンドリア DNA を調べることで、こう日本人の起源が分かる、起源ですねが分かるっていう回があって、確かなんか唾液を取ってその日本人にあるそのタイプ数種類あって、自分のタイプが分かって、私はなんかどこだったっけ、東南アジアを経由して日本に入ってきた祖先なんですよ。でそういうのがミトコンドリアの DNA から分かるっていう研究で、結局なんか日本は島国なので、まあ、それぞれこうどういうふうに私たちの祖先は日本までたどり着いたんだろうみたいなロマンも感じるし、なんか詰まるところはやっぱり人類みんな兄弟じゃないですけど、なんかそういう壮大な、なんていうのかな、なんか改めてその研究によってなんか人とのこう関わり方とか、なんか自分のルーツをこう思ってなんかこういろいろワクワクしたというか、なんかすごく楽しかった回だなっていう記憶が。恵みの一歩とか言って言ってた気がします。だいぶ行きましたね、いろんなところまで。はい、
今のその東北新幹線実験中の車両に確か乗ったんですよ。でそくまなくいろいろ見させていただいて、実際乗っておーって感動した回があって、でも今実際それがリアルに普通に走ってるわけじゃないですか。で私も利用することもあって、そういうのはなんかすごい、あの時のだみたいな感じで、まだ誰も乗れない時に乗ってるっていうのが、あ嬉しいって思ったりはしますね。やっぱなんか、あ難しいなとかそういう気持ちにならずに、すんなりこうあってなるのはやっぱ生き物ですよね。動物とか生態系を探るとか、水族館も今子供も水族館大好きで、まあ、しょっちゅう行くんですけど、クラゲの貝があって、クラゲすごい好きなんですよ。ふわ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 してこう上下に動いたりするのをただただ見てるだけで脳の疲労が取れる気がしてよく見るんですけど、なんかそのクラゲのやっぱ生態と驚くべき能力と、あとクラゲの持ってる成分がなんかこう関節症なんか何でしょう、膝とかもそうあるじゃないですか、そういう薬にいつか役立つんじゃないかみたいな、なんかそういう内容だったんですけど、でも本当に日常生活の中でも科学ってあらゆる場所でありますよね。なので私がやってた時は例えば本当に日常で人に役立つ研究とかだと、例えば乗り物とかだったりすると思うんですけど、車最新のだからロボットカーみたいな研究とかも結構いっぱいあって、今だとこう自動制御とかって結構もう普通にねあるようになってきましたけど、2007年ぐらいの時は多分まだ研究段階だったりとかしたんですかね。お人形が飛び出してきて危ないとか言って自動で車がこう回避、止まるだけじゃなくてこう回避するとか、カーブもくるくるっとこうハンドルが自動で動いてこう曲がるとか、そういうのを全て助手席で体験させていただいたりとかして、でも結構それに近いものが今結構こう世に出てきているから、あ最先端の技術を私は体験してたんだなみたいな気持ちになったりしますね。実際あの震災の日はまさにサイエンスゼロの収録のために NHK さんに私いたんですよね。だからの大きな揺れはまさにこのサイエンスゼロの時に体験したんですけど、本当大変な中でこの先どうなっちゃうんだろうという不安な中でも、例えばそのレスキューロボット、その人が入れない場所に例えば原発の中とかで作業してくれる、そういうレスキューロボットとかも実際やったりして、なんかそういった本当大変な時に科学でどう立ち向かうかみたいなのを本当にこう見守りながら、その時はこうしばらくこうなんかやっていた気持ちがあるというか、なんか本当に必要だなって改めて思いましたし、なんかそういう研究はもう本当どんどん進んでほしいなっていう思いで常にやってましたね。いやーでも4年も MC でやらせていただいて、結構いろんな方が本当に見ていたんで、行く先々で見てますよって言われたりとか、あの回あんま分かってなかったでしょとか言われたこともあったりとか、なんかそういうのもすごくなんかなんだろう、新鮮だったっていうか、大変でしたけど、なんか本当財産みたいな感じですね。今は一視聴者として皆さんと同じでこう番組を楽しく拝見している立場ですが、これからも皆さんの生活にこうサイエンスゼロを通して、科学を通してより豊かな日々が訪れることを願っています。皆さんこれからもサイエンスゼロをよろしくお願いします。